ビターリー・ミハイロビチリーは、ソ連、北朝鮮の軍人。ソビエト軍での最終階級は、少佐、朝鮮人民軍の少将、ニコリスク・ウスリースク氏に生まれる。1937年、家族と共に、ウズベクソビエト社会主義共和国のアルイシ氏に、追放される。ウズベキスタンのサマルカンド、農業機械化専門学校を卒業し、サマルカンド教育大学で2年間学んだ。 1943年、赤軍に招集。1945年、ウスリースクに派遣。第一極東戦線、第25軍において、上級中尉として、朝鮮半島北部の解放に参加した。1948年、ソビエト軍の少佐に昇進し、朝鮮民主主義人民共和国の保安機関に移った。1950年、北朝鮮の防衛局長。 大佐。1955年、ソ連に帰国し、クラスのダール地方で働いた。1992年、北朝鮮政府は、リーに、朝鮮人民軍少将の階級を授与した。2000年、モスクワで死去。ロシア北朝鮮友好、文化協力協会副会長。1992年から朝鮮解放。1950年から1953年の、 国際戦争に従軍した戦争、労働ベテラン、戦勝者、年金生活社員会議長。ありがとうございます。